ラー・イズ・アトーニーはカナダの競走馬。カナダウッドバイン競馬場を主な主戦場とし、2008年ウッドバインマイルなど重賞5勝を記録。同年には日本競馬にも出走している。馬名の由来は、父母名の一部を組み合わせたもの。2004年オーナーブリーダーであるエリー・ボジェ牧場のあるカナダ・オンタリオ州にて出生。2006年11月に初出走を迎える。 その初出走から6戦連続でオールウェザーコースを使われるなど当初はオールウェザー主体の出走であったが3歳半ば頃よりシバレース中心のローテーションが組まれている。翌2007年6月に初勝利を記録するが2歳から3歳時にかけては重賞競争への出走はなく一般戦、準重賞競争で計5勝を挙げている。 2008年にコンロートカップステークスを制止初の重賞価値を上げると、同年9月には G1 ウッドバインマイルに出走。米国はベンチュラキップデビルラが人気を集める中、先行抜け出しから人気馬2頭の追撃を交わし優勝、G1 タイトルを獲得している。その後日本への遠征も行われたが、マイルチャンピオンシップ9着という結果に終わっている。 ラー・イズ・アトーニーの G1 勝利は、先の一つのみであるが、2009年以降もマイル戦を、中心に活躍を続け、キング・エドワード・ハンディキャップなどをはじめ重賞3勝を、勝ち倉に加える。また、現役後期には2000メートル以上のレースにも出走を、重ね堅実な走りを続けたが、2011年8月、2年ぶりの、 G1 レースとなったソードダンサー招待ステークス2着後にクッケンエンを発症しそのまま現役を引退した。ありがとうございます。